100鳥の魔改造の真髄って言ったらやっぱり最近登場のウエストエクスプレス銀河だよね。まさかの捕食者の食料寸前の国鉄車を夜行列車に改造するなんてねー。あれは鉄オタ界隈を結構揺るがせたよな。国鉄型車両の魔改造で結構すごいから動画の解説避けてたけど、ついに解説するんだね。ということで今回は、100鳥の魔改造の真髄、国鉄型117系魔改造車、ウエストエクスプレス銀河について解説するよ。名列車解説。2010年代、100鳥は経営改革を行い、通勤、特急列車などの増発よりも観光列車や沿線の価値を上げる政策を行い、クルーズ列車的存在のトワイライトエクスプレス水風の運行を開始したりして沿線の価値を高めたよ。しかしそれではお金持ち層の方しか乗車せず、沿線価値をあまり高めることができていないと思った100鳥は、水風の介護官的車両で、誰でも気軽に乗れて、沿線価値を高めることができる列車を計画したよ。そして計画されたのがウエストエクスプレス銀河だよ。その車両にはなんと国鉄型車両である117系を改造して、夜行列車仕様に仕立て上げたものが使用されるよ。この車両は吹田総合車両所京都支所の92編成のうちの、聖バンダイの6両を改造した編成で、M117 編成を名乗るよ。車番は元の番号から改番して7000番台としたよ。デザインは越後ときめきリゾート雪月花のデザインも担当した川西康之が担当しているよ。車体は瑠璃紺色でお化粧直しされ、西日本が誇る、美しい海や空などの自然を表現しているよ。そして前照灯尾灯は一体化され全て LED 化されたよ。寝転がりながら車窓を楽しめるよう窓も大きなものに変更されていたり、ノイズ対策のために、コンプレッサーが交換されたほか、床の点検口が塞がれ、一部の窓は固定窓となっているよ。座席タイプの2足2列シートと伸び伸び座席を除く車内の座席は、中高特急列車運用時は座席状態に、夜行特急列車運用時はベッド状態になるという、座席切り替えが可能になっているものであるよ。2足2列シートも、左右交互の千鳥配置でシート付きは在来線特急グリーン車と同等の 1200mm だよ。また車内には Wi-Fi や USB ポート、大型荷物置き場も完備されているなど、設備面にも力を入れてるよ。1号車はグリーン車指定席の車両で、1足1列の座席が設置されているよ。座席にはファーストシートの愛称が付けられていて、就航時は1足1列のボックスシート隣2名ずつ利用できるけど、夜行時は1区画1名利用となり、レースカーテンが取り付けられるよ。2号車は女性専用の普通車指定席の車両で、3区画に仕切られた上下2段式の伸び伸び座席と、2足2列シートが設置されているよ。伸び伸び座席には簡易寝台の意味のクシェットの愛称が付けられているよ。この号車は女性への配慮がかなりされていて、女性更衣室、女性専用トイレが配置されているよ。3号車は普通車指定席の車両で、家族で利用できるコンパートメントが2区画と2足2列シートが設置されているよ。コンパートメントにはファミリーキャビンの愛称が付けられているよ。ファミリーキャビンは就航時は4名利用であるが、夜行時は折りたたまれたシートが広げられ2名利用になるよ。車端部には、フリースペース明星が設けられているよ。4号車は前席にフリースペースが設けられた車両で、フリースペースには優勢の愛称が付けられているよ。車内では自由に過ごせるようにテーブルや客席スペースが複数配置され、小さなや台風カウンターも設置されているよ。一部区間で簡単なお弁当などの販売も計画されているよ。また夜行時でも昼夜照明が付けられるよ。テーブルには将棋、チェス、オセロ、囲碁のボードがあるよ。5号車は基本的にクシェットが5つ配置された形だが、出入り口ドアに近い1区画は車椅子対応の1段ベッドとなってるよ。そして6号車はグリーン車指定席の車両で、鍵のかかる個室が5室配置されているよ。個室にはプレミアルームの愛称が付けられているよ。個室の形を従来にない台形とすることで、一定のベッド面積に加え、レール方向に約4メートルの長さが確保されているよ。一人用個室以外の個室は、1室につき就航時は3名の利用だが、夜行時はベッドが広げられ2名利用となるよ。そして車端部には、グリーン車利用者専用のラウンジ上フリースペース水星が設けられているよ。以下の点から見て、従来の117系の座席がこれなので、かなりの魔改造を受けてることがわかるよ。さらにこの車内の構造にするためにドアを埋めたり、窓を埋めて新たな窓を設置したりと車体も改造をしまくってるよ。現在では100鳥1の看板列車として様々な地域と関西をつなぐ、観光列車として走り続けているよ。いやー、運用とかそういったところは解説してないけど、多分過去一ヤバい改造を受けてる説もあるね。そもそも普通列車から特急車へ改造するの自体少ないしな。それに加えて車内が新型と大差ないほど改造されてるんでしょ、100鳥やべーな。まあ、あたいたちもウエストエクスプレス銀河にいつか乗りたいね。そうだね。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれると嬉しいのぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃねー。